毎日運動した方がいいですよ。今日はこの方がいいです。それから何々でしょう、水量、何々かもしれません、まあ不確定の水量、この3つを勉強したいと思います。今日もこの本からです。新海一の今日は32課です。はい、まず1番です。毎日運動した方がいいです。方がいいです、皆さん覚えてますか？12課で勉強した比較、ペガウの時ね、勉強した方がいいです。その時は A と B とどちらがいいですか？例えば天ぷらとそばと今晩どちらがいいですか？ああ、天ぷらの方がいいです。この方がいいです、天ぷらホーティーっていうね、比較の時に勉強したあれと同じです。今日は動詞を入れます。動詞を入れる場合は他形か内形です。例えば毎日ハイボール飲まない方がいいですよ。ヤムホーティア、この場合に使います。はい、グラマーは他形、運動した方がいいです。それから内形、飲まない方がいいです。この2つです。でも例外があります。例えば、まあ、比較の時です。例えば私は運動があまり好きじゃありませんから見る方がいいです。これは2個を比較した場合ね、この時は見る、見ない、うん、見る方がいいです、見た方がいいですは使いません。うん、それから一般論として、例えば熱がある時は病院へ行く方がいいですよ、まあ、この場合はね、行った方がいいですよ、私の助言として行った方がいいですよ、両方 OK です。はい、2番です。明日は雪が降るでしょう、何々でしょう。これは因果はい何々ば、うん、水量の時に使います。とってもパセンテージ、確率が高い水量の時に使います。だから天気予報とかニュースとかでよく使われます。明日は晴れでしょう、明日は晴れるでしょう、でしょうの前は普通形です。そして晴れ名詞ですよね。でも普通形のだはいりません。な形容詞の時もなもいりません。綺麗でしょう、明日は星が綺麗でしょう、だいりませんよ。あとは気をつけてください。21課で勉強した何々でしょうって上がる場合、今回の水量は何々でしょう、明日は天気でしょう、下がってるよね。上がってる場合でしょう、はいまいれっていう時に使います。21課で勉強したよね。例えば明日レッスンがあるでしょう、うん、再確認したい。それから、あの店のケーキ美味しいでしょ、同意を求めるとき、要求するとき、はいまいれっていうときにでしょって上がります。これと今回のは違いますよ。はい、3番目のグラマーです。約束の時間に間に合わないかもしれません、何々かもしれません、これも水量です。でもパセンテージはでしょうは90とかとっても高い、でもかもしれませんはとっても低いです。例えば、約束の時間に間に合わないかもしれません、このかはクエスチョンですよね。かもイエットはい、知れませんっていうのは知りません、わかりませんっていうことね。間に合いますか、間に合いませんか、はっきりわかりませんっていう時にかもしれませんと使います。補足です。かもしれませんは丁寧、かもしれないは普通、カジュアルフォームね。で、友達と話す口語の時によく使うのはかもで、しれないをカットします。明日行くかも、明日晴れるかも、ケーキ美味しいかも。一つ補足です。ここの例文の2番に出てくるんですけれども、で、助詞のでです。ここに出てくるのは1ヶ月ぐらいヨーロッパへ遊びに行きたいんですが40万円で足りますか、このでは助詞、じゃあ意味は何ですか、トータルの時間や限度を言います。
40万円、トータル40万円足りますかっていう時にね。他には例えば1年で日本語がペラペラになりました、トータル1年、わあ羨ましいね。あとは例えば1本で酔ってしまいました、トータル1本。このようにトータルの数量や限度で使います。じゃあ会話の問題です。私にアドバイスをください。私最近太ってしまったんですがどうしたらいいですか。例えば運動した方がいいですよとか、た方がいいですを使ってアドバイスをください。ない方がいいですもいいね。お酒飲まない方がいいですよ、これもいいです。ウェルカム、助言してください。